次は著作権的なクリアな音頭で、コーさんのと、ちの作詞コーリさんはサンダークロスプリムラブやったかな、プリムラブとかね、まあ、コーリさん視点を現代に戻してます。ちょっと危ないです、コーリさん。この頃クラプトンの新曲であった当時もコピットあったから、まあ、そんなの作ったのかなと思って、濃い曲にした現代クラプトンみたいな、その前何近代クラフトンか。で、まあ、ヒュンザンマみたいなコード進行してみました。マンボウね、喜んでるしね。なんてグッ